被災された方へ健康維持の重要技。ストレスや不安を和らげるために専門家おすすめの方法を2つ紹介します。まずは呼吸法。3秒かけて息を吐きます。3秒かけて吸い込みます。深くゆっくり、他のことは考えず呼吸だけに意識を向けるのがポイントです。もう一つが筋弛緩法。両肩をぐーっと持ち上げてそのまま7秒間保ちます。そして一気に脱力。ストレスの多い環境ではつい力が入り、心の緊張にもつながります。意識的に緩めてあげましょう。